サイゲームスプリンセスコネクトゥーンリダイブ。私は美食殿のシェフィ。今なら胸を張ってそう言える。特定の条件を達成すると報酬。前の肉球気持ちよすぎにゃ。今日は一日お前の肉球をめでることにするにゃ。うにゃん。わかってるけどお客さんがいないにゃ。君だってさっきから同じお皿ばっかり洗ってるにゃ。モニカが魔物討伐の依頼を受け負ったからってしばらく店番を任されたけど何もやることがないにゃ。ほら君もこっちに来て一緒に猫と戯れるにゃ。ぷにゃぷにぷにぷにって現実逃避してる場合じゃないにゃ。お客さんがたくさん押し寄せすぎるのも困っちゃうけど、このままじゃ家賃も払えないのにゃ。味には自信があるにゃ。あとはお客さんに来てもらう方法を考えないとにゃ。こんにちは。コーヒーもらえるかしら。テイクアウトで。あ、いらっしゃいませにゃ。すぐに準備するにゃ。香り、やっぱりここのコーヒー大好き。おばあちゃんにも飲ませてあげたいな。私のおばあちゃんもコーヒーに目がなくてさ。それは嬉しいことを言ってくれるにゃ。ぜひぜひおばあちゃんも連れてきてほしいにゃ。そうしたいんだけどね。おばあちゃんは町から離れたところに住んでて足も良くないからちょっと難しいかな。そうなのにゃ。おばあちゃんのお家はどこにあるのかにゃ。ふむふむ、あの岩場の先なんだにゃ。わかったにゃ。じゃあ私がおばあちゃん家にコーヒーをお届けするにゃ。にゃふふん、来てもらうだけじゃなくてこっちから届けるって方法もあるのにゃ。嬉しいけどそれは難しいと思うわよ。おばあちゃん家まで近く見えるかもしれないけど、あそこはせっかくだからたい焼きも食べてもらうのにゃ。熱々のコーヒーとの相性は抜群にゃ。そうだにゃ、今日はお客さんもいないし。わかったにゃ。じゃあ準備して出発にゃ。町から走ってきたのかい？町から近く見えるかもしれないけど迂回しなきゃいけないから意外と大変でね。そうにゃ、思ったより時間がかかってしまってお待たせしちゃったにゃ。
お待たせも何も状況が。そういえばコーヒーのお届け？そんなの頼んだ覚えはないけどね。これはお孫さんに頼まれたのにゃ。おばあちゃんにこのコーヒーを飲ませてあげたいって。え、あの子がかい？それは嬉しいね。私のコーヒー好きを覚えていてくれたのか。そうにゃ、ご一緒にたい焼きもどうぞ。お、こら、お前、このたい焼きはお前のじゃないにゃ。それに熱々のたい焼きは猫舌のお前には。普通に舐めてるにゃ。もしかして、わあ、たい焼きもコーヒーもすっかり冷めちゃってるのにゃ。おばあちゃん、ごめんなさいなのにゃ。気にしないで。わざわざこんなところまでありがとうね。じゃあお金を取ってくるから待っててね。その通りにゃ。こんなコーヒーとたい焼きを提供するのは商売人のプライドが許さないのにゃ。君、もう一度作り直して宅配するにゃ。おばあちゃんに温かいコーヒーとたい焼きを味わってもらうにゃ。よし、やるのにゃ。ここまではいい調子にゃ。でもここからは回り道しないといけないにゃ。ここを直進できればあっという間にゃのに。あ、この隙間通り抜けられるかもしれないにゃ。にゃにゃ、お尻が引っかかっちゃったのにゃ。動けないにゃ。君、助けてにゃ。ありがとうにゃ。でもやっぱりここを通るのは無理。いや、穴につっかえてるうちに冷めちゃってるにゃ。やり直しにゃ。よし、今度は岩場を登って越えられるかチャレンジするにゃ。大丈夫、私はファントムキャッツ。こういうのは慣れて。もうつかめる岩場がないにゃ。君、助けてにゃ。これで10回目。今度こそ温かいコーヒーを。ダメにゃ。やっぱり冷え冷えに冷え切ってるのにゃ。おばあちゃん、本当にごめんなさいにゃ。謝ることなんかないよ、二人とも。私のために何度も足を運んでくれてありがとうね。温かいコーヒーは飲めなくても、孫と君たち二人のおかげで心がポッカポカになったよ。なにゃ、お前も私を慰めてくれるのかにゃ。優しい子にゃ、ありがとうにゃ。ずっと？そういえば初めての宅配の時もいて、たい焼きを舐めてて、その後の宅配の時もずっと一緒に。本当にゃ、どういうことにゃ。ああ、この子なら君たちよりもずっと早くうちについていたよ。私たちより早く？もしかして。ちょっと試したいことができたにゃ。おばあちゃん、また来るにゃ。君、この隙間を覚えてるかにゃ。そ
え方はやめてほしいにゃ。けどその通り、私たちの大きさでは通り抜けられないにゃ。でもこの子なら、やっぱりお前はこの道が通れたから近道ができたにゃ。回り道の必要なくおばあちゃんの家に行けたのにゃ。つまりお前なら温かいコーヒーをおばあちゃんに届けられるんじゃないかにゃ。へえ、猫ちゃんに宅配を。面白いこと考えたわね。無事におばあちゃんのところへ届けてくれるかしら。ちょっと無謀なこと頼んじゃったかもしれないにゃ。心配になってきたにゃ。私探して。お前、やっぱり不安で帰ってきちゃったのかにゃ。難しいことを頼んじゃってごめんにゃ。本当にゃ、小さな袋がくくりつけられてるにゃ。お金と手紙、温かいコーヒーとたい焼き、とっても美味しかったよ。たまきちゃんありがとう。この猫ちゃんもうんと褒めてやってね。あ、これおばあちゃんの字だわ。すごい、成功よたまきちゃん。どうもありがとう。できてたんですね。さっき猫ちゃんがコーヒーを運んでるのを見かけて、あまりの可愛さについてきちゃって。それはそれは、いらっしゃいませにゃ。せっかくだからコーヒー飲んでいってくださいにゃ。ええ、それじゃエスプレッソいただこうかしら。おいで猫ちゃん。宅配を成功させただけじゃなく、お客さんまで招いてきてくれた。またひらめいちゃったにゃ。にゃっふっふ、このビジネスはきっと成功するにゃ。善は急げにゃ。早速準備に取り掛かるのにゃ。みんな整列にゃ。商品はちゃんと持ったにゃ。よーし、それじゃ進むのにゃ。猫デリバリー部隊出発にゃ。そうにゃ、うちの賢い猫たちなら宅配をうまくこなせることは昨日で立証済みにゃ。そして昨日夜なべして作った店のロゴ付き保温バッグ、これで宅配と宣伝を同時にできちゃう。そりゃそりゃ、見るにゃ、早速お客さんが来たにゃ。さっき見かけた宅配猫ちゃんのカフェってここですよね。俺猫ちゃん大好きなんです。任せるにゃ。うちにはたくさん可愛い猫ちゃんがいるから、どうぞ癒されていってほしいにゃ。おお、楽しみ。どんな猫ちゃんがいるのかな。って、あれ、猫ちゃんなんて一匹もいないけど。にゃにゃ、しまったにゃ。店のスイーツすごい人気にゃ。女の子やカップルたちで大にぎわいにゃ。そうなのにゃ。ほら、ここのスイーツとっても見た目が可愛いのにゃ。
こういう写真映えするものを撮るのが流行ってるのにゃ。そして写真映えといえば、うちの店はおあつらい向きということで宣伝にゃ。おしゃれで可愛い写真がたくさん撮れちゃうカフェナッシュカッツェをよろしくにゃ。みんなただいまにゃ。どうにゃ、この可愛い猫ちゃんたちと一緒に写真が撮れたら最高にゃ。でもそれだけじゃないのにゃ。実はもう一つ隠し玉を用意してるのにゃ。にゃ、気になるにゃ。じゃあ準備してくるからちょっと待ってるにゃ。はーい、お待たせにゃ。玉木特製のカフェラテにゃ。にゃふーん。でもこれはただのカフェラテじゃないのにゃ。にゃふふ、どうにゃ、すごいにゃ。これはラテアートっていうのにゃ。泡立てたミルクとコーヒーの繊細な色合い、そして飲むと消えてしまう一瞬の美しさ。これで写真好きのおしゃれさんたちの気持ちをわしづかみにゃ。にゃはは、いずれ新メニューとしてお披露目しようと夜な夜な練習してたにゃ。ちなみにこれ君の絵にゃ。よくわかったにゃ、大正解にゃ。いずれ新メニューとしてお披露目しようと夜な夜な練習してたにゃ。好きなものなら楽しく練習できると思って君の絵を何度もって何言わせるにゃ。今のはお忘れるにゃ。お客さんが来たにゃ。いらっしゃいませにゃ。おしゃれで可愛い写真が撮れるって聞いたんですけど、それってどのメニューですか？早速来てくれたのにゃ。それなら玉木特製カフェラテですにゃ。あ、じゃあそれお願いします。ありがとうございますにゃ。じゃあお待ちの間は猫ちゃんと。うん、可愛く撮れた。次はこの角度。よし、いい感じ。あ、今のあくび可愛い。もう一回やって。にゃはは、本当に写真が好きなんだにゃ。じゃあすぐにご用意しますにゃ。お待たせしましたにゃ。玉木特製カフェラテにゃ。わあ、すごくかわいい。店員さんの言う通り映えてますね。早速1枚。うん、光の当たる角度もいいかも。今度はこっちから。にゃははー、ラテアート大成功にゃ。たくさん撮ったら冷めないうちにお召し上がりくださいにゃ。いい写真いっぱい撮れたから友達に自慢しちゃいますね。本当に大満足でした。じゃあお会計お願いします。おいや、写真の後はカフェラテを味わってほしいにゃ。うちは味にもすごくこだわってて。あ、ごめんなさい、私苦いもの苦手で。すみません、お代ここに置いていきますね。待ってにゃ。お、行っちゃったにゃ。君、残ったカフェラテを飲み干して、私が落ち込んでると思って飲んでくれたのかにゃ。本当に君は優しいにゃ。でも落ち込んでるわけじゃないにゃ。どうやったら写真目当てのお客さんにもカフェラテを飲んでもらえるか考えてたのにゃ。きっと何かいいアイデアがあるはずにゃんだけど。どうしたのにゃ、カップを覗き込んで。あ、にゃはは、残った泡が猫の形に見えるにゃ。って、これにゃ、君のおかげでいいアイデアをひらめいたにゃ。詳しい説明は準備しながらするにゃ。
君にも手伝ってほしいにゃ。これならきっとうまくいくはずにゃ。あいつが帰ってきたにゃ。お客さん、昨日はどうもにゃ。はあ、この店員さんにぜひもう一度って誘われて、写真はもう十分撮らせてもらいましたけど。やっふっふ、実は今日から別の写真映えする新サービスを始めたのにゃ。え、本当ですか？じゃあそれ注文します。お待たせしましたにゃ、玉木特製カフェラテにゃ。え、これですか？これなら昨日も、あ、もちろん可愛いから写真は撮りますけど。はい、ありがとうございました。じゃあ新しいスイーツ店に行くのでお会計お願いします。ちょっと待つにゃ、言ったはずにゃ、新サービスを始めたって。え、でも別に変わったところは。答えはカフェラテを飲めばわかるのにゃ。騙されたと思って飲んでみてほしいのにゃ。いやでも私コーヒー系は苦くて。そうですか、わかりました。そこまで言うなら一口だけ、写真のために。それにすごくいい香り。ああ、最後まで飲み干しちゃった。店員さん、このカフェラテすごく。え、カップの底、これ何ですか？おお、おめでとうにゃ。それは金の肉球にゃ。金の肉球ですか？そうにゃ、これがうちの新サービス、当たり付きカフェラテにゃ。カップの底に肉球の絵が出てきたら大当たり。当たりが出ると特製たい焼きをプレゼントするにゃ。はい、たい焼きをどうぞにゃ。わあ、ありがとうございます。かわいいし記念にもなる。金の肉球の写真撮りたい。ちなみに金の肉球以外にも他の絵ってあるんですか？もう一つ銀の肉球があるにゃ。銀の肉球は5個集めると特製たい焼きをプレゼントなのにゃ。だから銀の肉球が出たら写真を撮っておいてにゃ。へえ、面白いサービスですね。可愛い写真も撮れるし、何回も通いたくなります。それに昨日は口をつけずにごめんなさい。このカフェラテとっても美味しかったです。にゃはは、その感想が聞けてとっても幸せにゃ。写真だけじゃなく味も楽しんでほしい。今度は他のお店でもそうしてくれると嬉しいにゃ。はい、今日このお店に来て本当によかった。お友達にもいっぱい宣伝しておきますね。それは嬉しいにゃ。またお待ちしておりますにゃ。やったにゃ、お客さんにカフェラテを飲んでもらえたにゃ。にゃはは、そうかにゃ。でもこれをひらめいたのは君のおかげにゃ。君が見せてくれた猫の形の泡がアイデアの元にゃ。それに夜遅くまで準備も手伝ってくれて本当にありがとうにゃ。でもこの当たり付きカフェラテ、成功する匂いがプンプンにゃ。猫デリバリー部隊は残念だったけど、これにあらば。当たり付きカフェラテを注文していくにゃ。やったー、リ
特製たい焼きプレゼントだにゃ。店員さん、こっちも金の肉球当たったぜ。たい焼き送れ。ん？そっちもかにゃ。おめでとうにゃ。おっと、私も金の肉球が出たよ。これで3つ目のたい焼きだ。うちは家族全員金の肉球だ。店員さん、たい焼き5個もらえるかい？ちょっと待つにゃ。いくらなんでも金の肉球が出すぎにゃ。君、それは一体どういうことにゃ。うにゃにゃ、あ、これもこっちのも全部のカップに金の肉球が書かれてるにゃ。これ君が書いたのかにゃ。うんじゃないにゃ。このままじゃたい焼きがいくらあっても。たい焼きまだですか？おやー、うー、赤字にゃらしい商品を仕入れたにゃ。その名もまたたびミルクにゃ。その通りにゃ。ほら、腹ペコ猫がまっしぐらにやってきたにゃ。にゃはは、おいしそうに飲むにゃ。これは人気商品になりそうだにゃ。うちは猫を連れてくるお客さんも大歓迎にゃ。だから猫用のメニューを用意しておくのも悪くないかと思ってにゃ。うや、飲みすぎにゃ。またたびミルクが魅力的すぎたようだにゃ。猫たちが働くカフェでこのメニューを扱うのは失敗かもにゃ。どうしたにゃ、お客さん気分でも悪いのかにゃ。いや、猫たちの姿を見るとなんだか気がめいっちまってな。ここのコーヒーは大好きなんだが、こりゃ当分通うのは封印だな。気がめいるってどういうことにゃ。だってお客さん常連さんにゃ。今までは猫のことすごく可愛がってくれてたにゃ。なあ、もともと猫は大好きさ。でも最近トラウマになっちまったんだ。それもこれも全部あいつのせいだ。憎きファントムキャッツの野郎のよ。にゃ、私のせいにゃ。いや、それってどういうことにゃのにゃ。タマキちゃんがなんでそんなに動揺してんだ。俺が言ってるのは猫のことさ。うちは魚屋なんだが、毎日のように商品の魚を取られちまってよ。その猫、逃げ足が早すぎて全然捕まえられねえんだ。だからそいつのことをファントムキャッツって呼んでんだよ。なるほど、そういうことにゃ。というわけですまないね。お勘定置いてくよ。ちゃったにゃ。それにしても驚いたにゃ。猫のファントムキャッツ。よし、決めたにゃ。私がファントムキャッツを捕まえるにゃ。悪さをする猫がいるなら放っておけないし、何より本物のファントムキャッツとして見過ごせないのにゃ。ほんとにゃ、それは心強いにゃ。じゃあ行くにゃ。よっしゃい、今日も生きのいい魚が入って。トモキちゃんじゃないか。魚でも買いに来てくれたのかい。すご
く美味しそうでよだれが出ちゃうけど、違うにゃ。私たちはファントムキャッツを捕まえに来たのにゃ。え、君たちがなんで。いや、ありがたい話ではあるんだが、多分無理だと思うぞ。ファントムキャッツはとんでもなく俊敏な野郎でな、お魚くわえて逃げたと思った次の瞬間、まるで幻影のように。って魚がねえ。あっちの屋根の上にお魚くわえた猫が。あの子がファントムキャッツにゃ。嘘だ。敵ながら見事な盗みっぷり。この野郎、待ちやがれ。もちろんにゃ。じゃあ君は右から回り込んで挟み撃ちにゃ。なんてスピードにゃ。この私が取り逃がしちゃったにゃ。ファントムキャッツは私にゃ。もう悔しいにゃ。あっ、目の前。今度は霜降り肉を加えてるにゃ。お肉屋さんも狙ったのかにゃ。どんだけ腹ペコにゃ。あっ、また逃げたにゃ。待つにゃ。また逃がしちゃったにゃ。悔しいけど、単純な鬼ごっこじゃ捕まえられないにゃ。よし、この手で行くにゃ。にゃにゃーん、猫じゃらし。ふれふれ、ファントムキャッツこっちにゃ。うちの猫にゃ。まだあるにゃ。にゃにゃーん、ネズミ型ボール。さあファントムキャッツ追いかけるにゃ。もう何やってるのにゃ。っていうか、なんでうちの猫が外に出てるのにゃ。ゲイン君にゃ。うわ、スルーされたにゃ。乾杯にゃ。本物のファントムキャッツとしてのプライドがズタズタにゃ。それにしてもあいつ、誘惑にも動じない強い決意を感じるのにゃ。どうすれば捕まえられるのかにゃ。どうしたのにゃ。それは、あ、それにゃ。君ナイスにゃ。にゃっファントムキャッツ、首を洗って待って。ファントムキャッツ、うちの魚返しやがれ。くそ、全然追いつけねえ。なあ、タマキちゃん、いいところにファントムキャッツを捕まえてくれ。まあまあ落ち着くにゃ。これでも飲んでのんびりするにゃ。何言ってんだ、今はそんな状況じゃねえだろう。魚屋さんに行ったんじゃないのにゃ。ほら、召し上がれファントムキャッツ。また飛びミルクにゃ。我慢せずに飲むにゃ。一口だけ、ほらどうにゃ。さあ、ほらもう一歩、もう一歩。にゃー。よし、今にゃ。ファントムキャッツ捕まえたにゃ。
玉木ちゃん、ありがとうよ。さて、ファントムキャッツ、よくも今まで散々うちの魚を盗んでくれやがったな。事情って、そういえばお前ずいぶん痩せてるのにゃ。言われてみりゃ確かに、うちから取った魚だけでも十分満腹になるはずだが。どこ行くにゃ。ちょっとついて行ってみるのにゃ。こんな路地裏の方まで一体どこに行くのにゃ。子猫がたくさんいるにゃ。この子たち親がいないのかにゃ。もしかしてお前、この子たちのために魚を。自分は一切口をつけないで。なんだ、お前本当にファントムキャッツだったのにゃ。ファントムキャッツは私利私欲のために盗みなんて働かない義賊だからにゃ。魚屋さん、これ今までこいつが盗んだ分の代金にゃ。なんで玉木ちゃんが。別に代わりに払うわけじゃないにゃ。私は立て替えるだけにゃ。お代はお前がちゃんと働いて返すのにゃ。ファントムキャッツ、うちで働くにゃ。もちろんこの子たちもまとめて面倒見るにゃ。みんなで楽しく暮らそうにゃ。よかったじゃねえか、ファントムキャッツ。たーしょうがねえ、玉木ちゃんに免じてこれまでのことは水に流すぜ。お前の働きっぷり見に行ってやるよ。というわけで、今日から私たちの仲間になるファントムキャッツにゃ。はい、みんなに挨拶するにゃ。にゃあ、お前クールっていうか、さてはただの見込み知りだにゃ。よし、わかったにゃ。今日は仕事は終わり、親睦会でみんなの仲を深めるにゃ。ほらファントムキャッツ、お前もテンション上げるにゃ。はい、また旅ミルクにゃ。人も猫も仲良くなるには乾杯にゃ。今日はとことん盛り上がるにゃ。あ、そうにゃ、これなら猫デリバリー部隊を再開できるかもにゃ。失敗続きだったけどみんなが笑顔にゃ。結果オーライにゃ。これも全部君のおかげにゃ。本当にありがとうにゃ。よし、こっちの掃除は終わったにゃ。洗い物の方も終わったかにゃ。明日はモニカも帰ってくるし、二人での店番は一旦今日で終わりなのにゃ。何言ってるにゃ。私はめちゃくちゃ元気にゃ。元気すぎて目の前が光って、安請け合いしちゃったのにゃ。でも
今更断るのも迷惑がかかるし。え？おー、君にゃ、いいところを通りかかったにゃ。実はとある喫茶店で一日だけヘルプを頼まれて、お世話になってる店長さんに頼まれたから引き受けたんだけどにゃ。ちょっとこれを見てほしいのにゃ。そう見えるけど普通の喫茶店の制服だにゃ。メイドさんのサービスがあるところじゃなくて、いだって普通の。でもやっぱりこの制服で接客するのはちょっと恥ずかしいのにゃ。それは頼んできた店長さんがうちのたい焼き屋の常連さんで、いつも私の仕事ぶりを褒めてくれてたから嬉しくて、つい。それが問題なのにゃ。私にはちょっと可愛すぎて、とにかく照れちゃうのにゃ。どれだけ恥ずかしくても一度引き受けたからには断れないにゃ。でもいきなりぶっつけ本番はにゃ。そうにゃ、今から練習に付き合ってもらえないかにゃ。私が接客するから君はお客さんをやってほしいにゃ。君に手伝ってもらえれば乗り越えられそうな気がするにゃ。お願い聞いてくれにゃいかにゃ。いいにゃ、君は頼りになるにゃ。じゃあ早速って、ここじゃあ人目がありすぎにゃ。え、君の家を貸してくれる？それはありがたいにゃ。ぜひお願いするにゃ。おかえりなさいませ、ご主人様にゃ。さっきも言ったけど、ヘルプで行くのは普通の喫茶店にゃ。でもこれは羞恥心を取り除くための練習にゃのにゃ。だから振り切っちゃってメイドさんスタイルで練習するにゃ。これで慣れちゃえば本番もきっと楽勝にゃ。ということで、君にもただのお客さんじゃなくてご主人様になったつもりでガンガン注文してほしいのにゃ。にゃふふ、予想通りどうしていいかわからないって顔にゃ。でも心配ご無用、ちゃんと準備してきたにゃ。にゃーん、初めてのご主人様講座にゃ。この本でご主人様の所作を実践するにゃ。それはまだ恥ずかしいのにゃ。だからまずはこれで慣れて、制服は今日の総仕上げにゃ。ってことで練習を再開するにゃ。ご主人様、温かいコーヒーを入れてきましたにゃ。さあ来るにゃ、ご主人様。来たにゃ、望むところにゃ。じゃあ私がフーフーしてあげるにゃ。にゃにゃにを言わせるにゃ。いや、言わせてるのは私にゃ。じゃあ行くにゃ。おいしくにゃーれー、もえいもえいにゃ。よし、恥ずかしいけど乗り切ったにゃ。じゃあ次のステージにゃ、準備してくるにゃ。オムライスお待たせにゃ。愛情込めてチンしてきたにゃ。ほら見てにゃ、ご主人様のためにケチャップで絵も描いたのにゃ。ほらご主人様、顔を真っ赤にしてないで注文するにゃ。にゃあーにゃ、これはヘビーにゃ。でも頑張らなきゃにゃ。君も恥ずかしい思いをしながら練習に付き合ってくれてるんだからにゃ。はい、じゃあこっちを向いて口を開けてにゃ。はい、あーん、よし、これも乗り切った。
勢いで最後の仕上げ、制服に着替えるにゃ。君んちで悪いんだけど、着替えるからちょっと出ててほしいにゃ。この制服で君の瞳を奪っちゃったのかにゃ。にゃにゃー、こっちは冗談で言ってるにゃ。見るにゃー。思わず引っかいちゃったにゃ。ごめんにゃ。ちょっと傷見せてみるにゃ。このくらいなら舐めとけば治るにゃ。ペロ、これでよしにゃ。なんにゃこの間は。息が詰まっちゃうにゃ。まずいにゃ。なんか心臓がうるさいにゃ。なんとかごまかさないと。でも別にこのままでもいいかにゃ。なんてにゃ。ご主人様。ううん。なんにゃ、邪魔な電話にゃ。いや違うにゃ。ちょっと出てくるにゃ。はい、もしもしにゃ。あ、店長さんかにゃ。本当にゃ？はーい、じゃあまたにゃ。にゃはは、店長さんから連絡で人手が足りたらしいにゃ。ヘルプは行かなくてもいいことになったにゃ。君には練習に付き合ってもらって悪かったにゃ。このお礼はまた今度させてほしいにゃ。そうそうかにゃ。でも恥ずかしいから忘れてほしいにゃ。はーい、お疲れ様。今回はなかなか面白い夢が見られたんじゃない？恥ずかしがりながらも一生懸命頑張る玉木と、玉木のためにご主人様を演じるあんた、なんだか見てて微笑ましかったわ。あれだけ頑張ったのに実際にお店で働かなくてよくなったのはちょっと残念だけど、でもそのおかげであの制服姿を見られたのは世界であんただけよ。可愛いあの子の姿目に焼き付けときなさい。わかった、ご主人様。じゃあまたね、バイバーイ。眠っちゃってたのかにゃ。君もこんなコーヒーの匂いのする店内で寝ちゃうなんておかしいにゃ。ちょっと頭すっきりさせたいにゃ。閉店作業は中断してコーヒーでも飲まないかにゃ。はい、入れたにゃ。どうぞ召し上がれにゃ。あれ、変な夢を見たせいかにゃ。二人っきりが急に恥ずかしく。まあ、何を言ってるにゃ。変なこと言わないで飲むにゃ飲むにゃ。うわあ、熱いにゃ。君のせいで猫舌なこと忘れて熱々のコーヒー飲んじゃったのにゃ。いや、謝らなくていいにゃ。ただの八つ当たりにゃ。またやってしまったにゃ。
私はいつも最後の爪が甘いのにゃ。ミルクにゃ、急いで入れてきてくれたのにゃ、私のために。冷たくて美味しいにゃ。こうやって君の優しさに触れられるなら、失敗しちゃうのもたまには悪くないのかもにゃ。にゃ、なんだかポカポカ気持ちよくなってきちゃったにゃ。にゃーの。ってこれまた旅ミルクにゃ。にゃーんだ、お前たちもまた旅ミルク飲みたいのかにゃ。しょうがない、今日は夜通し飲み明かせにゃ。ほら君も乾杯にゃ。